小さか人魚姫アンデルセン作海場遥か沖に出ますと水はいっちゃん美しか矢車草の花びらのごと青かまたこの上もなく澄んでいます。ばってんその深かことと言うたらどかん長か怒り網でも届かんほどがーくてその沖から水の面まで届かせるには教会の塔ばいくつもいくつも積み重ねばならんことでしょう。人魚たちが住んどるとはそういう海の底です。ところで皆さん、海の底はただ白か砂地になっとるだけやろうと思ってはいけません。いいえ、そこには世にも珍しか木や草が生えとってからその茎や葉のしなやかなことは水がほんのちょっととでも揺れたらまるで生き物のように動くとです。小さかとや大きかとやありとあらゆる魚がその枝の間ばすいすい滑っていくところはまるっきり地上で鳥が空ば飛び回っているのと同じことです、そうしてその海の底のまた一番深かところに人魚の王様のお城はあるとでした。お城の壁はサンゴでできていて、上の尖った長か窓にはこの上もなく透き通った琥珀がはめ込んであります。屋根は貝殻で拭いてありましたが、それが水の流れるにつれて開いたり閉じたりする様子はまっこて見事なものでした。なぜといってその貝殻の一つ一つにはそれ一つだけでも女王様の冠の立派な飾りになるくらいのキラキラ光る真珠が入っとるとですもんば。このお城に住まっとらす人魚の王様はもう何年も前からやもめぐらしばしとらした。それでおうちのことは万事年取ってお母様がしとらしたけれども、お母様は賢かお方でしたばって家柄のよかとがご自慢で、尻尾には柿葉12個もつけとらした。他のものはどかん身分が高くてもたった6つしかつけることは許されませんでしたのに、けれども
その他の点では本当に褒めてあげて良い人でした。とりわけお孫さんの小さか姫君たちは、それはそれは可愛がっとらしたとですけん。姫君はみんなで6人で、みんな大層器量よしでしたが、分けても末の娘が一番キレからした。肌はバラの花びらのように透き通ってから、キメが細かく、目は深く海のごと青く色ばしとらしたけれども、やっぱりお姉さんの姫たちと同じごーっと足というものがなくてから、塔の終わりは魚の尻尾になっとらしたとです。一日中姫たちは海の底のお城の広々したお部屋で遊び暮らしとらした。お部屋の壁には生きとるお花が咲いとりますし、大きな琥珀の窓は開いたら、ちょうど私たちが窓は開けたら、ツバメが飛び込んでくるごと、いろんなお魚が泳いで入ってきました。そしてお魚たちは小さか姫たちのそばへ泳いできて、その手から餌ば食べたり、背中ば撫でてもらったりするとでした。お城の外には大きく庭があって、真っ赤な木や真っ青な木が生えて、金色に光っとる実や燃える火のような花をつけて、茎や葉はそよがせていました。地面はごく細かい砂でしたが、それが硫黄のような青か光ば放っとりました。こうして庭全体の上に不思議な青か光が漂っとりましたので、まるで海の底にいるというよりは、どちらかを向いても青々とした空高くに浮かんどるような感じでした。風がないでいる日にはお日様を仰ぐことさえできましたが、そんな時にはお日様はちょうど大きな紫色の花のようで、そのうてなからあたり一面に光が流れ出てくるかのごとく思われるとでした。小さか姫たちはこのお城の中にめいめい小さな花壇ば持っとらしてから、そこを好きなごーっと掘り返しては、自分の好きな花を植えることができました。一人の姫は花壇ばクジラの形に作りました。もう一人の姫は小さい人魚の形にした方がいいと思わした。ところで末の姫はお日様のようにまんまるか花壇ば作ると、お日様のように赤
く光る花ばっかり植えとらした。この末の姫は物静かな考え深かちょっと変わった娘さんだったとです。それでお姉さまたちは沈んだ船から拾ってきたいろんな珍しいもので花壇ば飾っとらすとに、この姫は高ーかところに見えるあのお日様に似とるバラ色の花のほかにはただ一つ美しいか大理石像を花壇に飾っただけでした。それは真っ白か透き通るような大理石で、彫った一人の美しい少年の像で、難破した船から海の底へ沈んできたものでした。姫はこの像のそばにバラ色のしだれ柳を植えましたが、それは見事に成長して爽やかな枝を像の上に垂れて、枝の先が今にも青い砂地まで届きそうだったとです。そしてその影がくっきりと紫色に砂の上に落ちて、枝が動くのにつれて揺らいでいるところはまるで枝先が根と戯れてお互いにキスしようとしているごたったとです。姫にとっては海の外の人間の世界の話ば聞くことほど大きな喜びはなかったとです。年ばとっとらすおばあさまは船や町や人間や動物のことなどいろいろお話ししてやらんばいけんやった。中でも姫にとって不思議なほど美しいかことに思われたとは、地上では花が相当よか香りば放っとるということやったって、海の底ではそういうことはなかっただからです。また地上では森は緑色ばしとってから、木の間に見え隠れするお魚は美しいか高い声で歌うことができて、これが本当に楽しかということでした。おばあさまはお魚と言ったのは小鳥のことですよ。そう言わないとまだ鳥というものを見たことのない姫たちには話がわからんやったからですね。お前たちが15になってだらね、とおばあさまがあるとき言いました。
そうしたら海の上に浮かび出る言葉許してあげますよ。その時は岩の上に座って、お月様の光ば浴びてからそばば通る大きな船を眺めたり、森や町を見物することもしてよかよ。あくる年、一番上の姫が15にならした。ところが他の姫たちは年がちんぐりに一つずつ下やらしたけど、下の姫が海の底から浮かび上がってきて、この私たちの世界の様子ば眺められるようになるまでにはまだ丸5年もありました。そこで姫たちの間には一つの約束ができました。海の上に浮かんだ最初の日に見たことのうちで一番素晴らしかって思った言葉、帰ってきたら妹たちに話して聞かせるっていう約束です。なぜと言っておばあさまの話だけではもうみんな満足できんやったからです。それほど姫たちの知りたいと思うことはまだまだたくさんあらしたとですね。けれどもなんと言うてみてもみんなの中で一番強く憧れば持っとらしたとは、よりによって一番長くまたあんばいけんやったあの静かな考え深か末の姫でした。行く夜の行く夜も姫は開かれた窓辺に立ち尽くしてから、お魚がヒレやを動かして泳いどる藍色の水ば透かしては、どんなに上の方を仰いで見たことでしょうか。そうしたらお月様や星が見えたとです。その光は確かに随分と薄らいではいたけれども、その代わり水ば通してくるので、月も星も私たちが見るのよりずっと大きく見えました。時には黒か雲のようなものがその光を遮ってから通ることがありましたが、それが頭の上ば泳いでいくクジラかでなければ大勢の人ば乗せた船か、姫も知っとりました。でも船の人たちはその下の方にかわいらしか人魚のお姫様が立って、白い手は船の方に伸ばしとらすなんて、よもや思わさんやったことでしょう。さて一番年上の姫はいよいよ15歳になったので、海の上に浮か
びててよかことになりました。この姫は話したい言葉山ほど持って帰ってこらした。中でも一番楽しかったとは、月の光ば浴びてから静かな海辺の砂浜に座りながら、海沿いの大きな町に何百とも知れん明かりが星のごと瞬いとるとば眺めて、音楽や馬車や人々のざわめきに耳ば傾けたり、いくつもの教会や塔がそびえ立っとるとば仰いで、その鐘が鳴るとば聞いたことだったと言わした。まだ当分海の上に行くわけにはいかん末の姫は、それだけ誰よりも熱心にそういうもののすべてに憧れとらした。どかー熱心に姫はこの話は聞いとらしたことでしょうか。それからというものは、開け放した窓辺に立ってから、ようと藍色の水を透かして見上げるたびに、姫はいろいろの物音がするっていう大きな町の言葉、心に描くとでした。すると気のせいか、教会の音がこの海の底まで響いてくると思われたとです。明くる年は二番目の姫に海の上まで浮かび出て、好きなところば泳ぎ回るお許しが出ました。姫が浮かび上がった時にはちょうど日が沈むところやったんですけど、姫はその眺めば一番美しかものに思いました。空は一面に金歯溶かした音なって、雲の美しかことと言うたら、とても口では言い表すことができんかったと言います。それが赤やスミレ色に、姫の頭の中は流れていくとでした。ところがその雲よりも早く、真っ白な白鳥の群れがまるで長い白か薄い絹のようになって、遠く海の上ば太陽の沈む方へ飛んでいきます。姫はその方へ泳いでいきましたが、間もなく日が沈むと、海の面と雲の上に漂っとったあのバラ色の光も消えてしまったとでした。その次の年には三番目の姫が海の上に出らしたとです。この姫はみんなのうちで一番
大胆でしたから、海に注いでいる大きな川は登って遡って泳いでいきました。するとブドウのつるに覆われた美しい髪緑の丘が見えて、お城や農園が大きな森の間に見え隠れしました。いろいろな鳥が歌っとるとも聞こえます。お日様はあんまり暖かく照らすけん、姫は幾度もほてった顔が水に入れて冷やさんばいけんでした。とある小さな入り江に来たら、人間の子供たちが大勢来とりました。みんな真っ裸で走り回ったり、水の中でパチャパチャやったりしています。でも姫が一緒に遊ぼうとしたら、子供たちはびっくりして逃げてしまいます。そこへ一匹の小さか黒か動物がやってきました。それは犬だったとですが、もちろん姫は犬なんてものを見たことがありません。犬は姫に向かってひどく吠えたてらしたけん、恐ろしくなった姫はまたヘロビロとした海へ戻らしたとでした。けれどあの美しか森や緑の丘や、またお魚の尻尾を持っとらんとに泳ぐことのできるあのかわいらしいか子供たちのことはいつまでも忘れることができんでした。4番目の姫はそれほど大胆ではありませんでしたので、ずっと岸を離れた大海原のあたりに真ん中にとどまっとりました。姫の話によると、そこそこ一番美しいところだった言いよらした。周囲は幾マイルも先まで一面に青々と見え、その上に大きなガラスの炎天井のような空がかかっとりました。時には船が見えましたが、遠く離れとるのでまるでカモメのように見えました。おどけもののイルカはトンボ返りばするし、大きなクジラの群れが鼻の穴から潮ば吹いたら、あたり一面に何百もの噴水ができたごと見えました。今度は5番目の姫の番でした。この姫の誕生日はちょうど冬の最中でしたから、姫はお姉さまたちの見らんやったものを見ました。海はすっかり緑色になって、あたりには一面大きな氷山が浮かんどりました。氷山はどれもこれも
姫の話によりますと、まるで真珠のように光ってましたが、それでいて人間の建てた教会の塔よりもずっとずっと大きかったと言います。そしてなんとも言えない不思議な形をしては、ダイヤモンドのように輝いとるとでした。姫はその中でも一番大きく氷山の一つの上に座らした。するとそのそばば通る船人は、姫が長く髪の毛を氷山の上で風になびかせているとば見て、おじきを振るって逃げていってしまわしたとでした。大きな氷山が真っ暗な波に高々と持ち上げられて、赤い稲妻にキラキラと照らし出されました。船という船は砲を下ろして恐れおののきました。それでも姫は波のまにまに漂う氷山の上に静かに座って、青い稲妻がきらめいとるとば、海の表がジグザグに映るとば見とらしたとです。正月ももうね、ずいぶん過ぎた。1月も半ば過ぎましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。毎日寒いですね。今回は人魚姫。人魚姫は、天草弁でやってみようと思って、今回天草弁でやってみました。どうだったかな、分かりやすかったですか、分かったかな。あとね、アンデルセンの原作に基づいているので、描写がねすっごい、普通にダイジェスト版で本で出てるのよりもなんか深いですね。いろんな海の中のお話がね、それを一個一個絵にしたいなと思って描いていたらば、ものすごい時間かかってしまいました。本当はもっともっと描き込みたいんですけど、なんか流れに沿ってまずは動かしてみようっていう、そんな動画です。まあいろいろやってみようかな。海の中にね、この間去年の春初めて入ったので、海の中をね昔よりはよく知ってるんですよ。スキューバダイビングした時のことを思い出したらね、やっぱり異世界でしたね。あのシーンと静まり返ったところに人魚はね本当にいると思うよ。神聖な感じがしたんだよね。イカがね卵を産みつけるね榊が置いてあるとこはね、神社のお社のように見えたしね、不思議な生物にもあったしね。これはもう書ききれないことがいっぱいです。
じゃあまた続きやっていこうと思います。じゃあまたね、さようなら、さようなら、さようなら。いつもありがとうございます。私は海の中に住むお姫様。